てんの、これがついて、洞窟守るはギタン守るに痛み分けあるな。力下げられてるせいも音速はやばい。死んだな、多分死んだね。デブになろう。ゼロ。めちゃくちゃ痛い。おにぎりもクソやべえ。とりあえずこいつを一時しのぎたい。一時しのぎ振らないと意味ないからな。もう合成したいね。これ合成すればいける気がする。マゼルに一時しのぎ使えないんだらあんまり意味がない。逃げよう。おにぎり状態がやばすぎる。おにぎり避けが欲しい。されてる。すごい。金はある。弱化の壺なんぞいらん。これね、いい値で売れるのよ。2000の巻物。あ、イギル親方マン。敵をおにぎりに変える。2分の1じゃ足りない。
まだ識別残ってたっけ。デブは安定やな。このこんなひどいタイミングで割れる？こんなひどいタイミングで割れるもん？濡れた爆睡か。まあこれでもう満腹度は何も心配がなくなったね。焼くの？さあこの3つを合成さえすれば、しかし全て呪われているので、まずはお祓いを。お老女いなくなったっぽいよね。ひどい部屋。握り返し。よし。あかん。批判が現れた。パトレックなんぞ何も怖くないし、どうでもいいんやけど。魔法は効かない。パトレックさんはどうでもいい。さあ、なんとかしてこれを合成すればクリアは確定。あっ、混ぜ本番勝った。ということで、まずは困った時を読みたい。あるね。おいが解けた。
で、まぜゴンだから、怖いんで1個ずついこう。4つ。で、元に戻ると、足元に戻る。よし勝ったな。もう何も怖くない。これが弾かれるのが一番怖いんで、早く師範をさよならしないと。将軍マン。目方を。将軍マンは欲しいな。あ、モモマンが入ったらもう、そういう意味では楽勝なんだけど。はい、よし、2です。もう何も怖くない。味方を押すボンもいらない。殴ってごらん。9か。ブラックリチキンも強いな。この盾で9も食らうんか。師範をね、消したい。今盾が弾かれたら罪です。当たり前だけど。今盾がなくなったら罪です。枝やし。よし。ズドン剣。ヒガズドン。ような気がするから補給しておこう。あと怖いのは店長ぐらいなんで、陰増大ってよ。拡張呪われてるねこれ。陰増大どっちや。必要なのは盾か。いやもう盾合成なんか怖くてできひん。盾外した瞬間に死ぬと思った方がいい。盾の合成は怖くてできません。このマンジカブラはプラス補正が高いんでとっとと。もうサビ除けいらない気がする。
ベルトーベン版はさすがに危ない、ね。あとはウィニングラインやろ。デブ状態をキープしながらひたすら降りるだけ。攻撃力が欲しいんでね。まあまあ結構痛い。何も怖くない。敵ほぼレベルマックスなんで、乗り移られても特に困らん。お盆の壺くん、おかえり。さすがにギガヘッドは痛い。17個か。デブキープを見せらないように。アポルプウォットいっぱい持っていきたい。こいつ1回につき1フロアスルーできるからね。壺の容量アップ、壺の容量アップも美味しいわ。遠距離攻撃が全てなくなってしまった。飛ばし11いらない。カラスへ。でも読む大部屋じゃねこれ。誰だ。割といらない。だって水の上歩けるしね俺。なんかいたね今。
りあえずゴッドマンを可能な限り集めておこう。今は食べてはいけない。終わり。うわ、ひどい。待てるぜ。まだ20匹いってへんのか。この容量を上げた。お、神器。風魔の盾。うん、いらない。今さらいらない。薬とどよけ。9の守り。暴走返し1の守り。今からいらない。どうすこい。さて、あと1 マゼルン君はいらっしゃらないですか。罠も何にも怖くない。やっぱデブやで、この世界。よし、あと1体。ほら、導きもあるね。あ、お祓いが1個増えた。カラス入れてみようか。あと大部屋ぐらいしか残ってないんだよ。これこうは可能な限りやっていきたい。入りなさい。魔法よけは助かったね。魔法よけなかった大変だったよ。どうすこい。こいでも大した機会ないんだ。
じゃあ剣だね。もう1でしょ。ダメージ多分。よし、34。だいぶ火力も上がったんですけど、強い。オッケー。